ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回はリフトユアースピリッツを考察します。あなたの気分を高めるとかそんな意味かな？今回は怪談と恋愛をするそうです。だとすると、幽霊があなたを持ち上げるって感じのヤバい意味なんじゃ。早速遊んでみましょう。金曜日の夜に一人で、過ごしてた。論文を締めくくるのに必要な最後の一文をタイプするときにはもう、私の指の動きは鈍っていた。スペルチェックもせず、手を引きずりながらカーソルを合わせてドキュメントを閉じた。よし、時間までに提出できるわ。私はホルトマン先生によろしくお願いしますと入力した。あくびを抑えながら、時間を確認するために携帯電話の電源を入れた。深夜の2時53分だった。睡眠をせず、目袋ができたという経験がまた私を魅了したらしい。だけど、少なくとも週末ではある。コンピューターの電源を切ると、キーボードを指で叩かなくなったことから、静けさに気づいた。誰もいなかった。キャンパスは24時間年中無休で開いているけど、これほど遅くまで残って課題をやってる愚かな人が他にいるのだろうか？ホルトマン先生が締め切りを延長してくれたのは幸運だった。とはいえ、ある噂があった。誰もいない部屋で幽霊の声が聞こえるという噂だ。廊下から聞こえる引きずるような重い足音。運がいい人は、廊下の端にある自動販売機の周りに黒いシルエットが忍び寄り、何かが見つめているのを見たと言っていた。私は迷信を信じるタイプじゃないけど、自分以外は誰もいないとなると、不気味な沈黙は私を怖がらせた。ある音が私を驚かせた時、私は学生の間で広まっているゴシップを思い出してしまった。誰かが入ってきてドアが開いたのではないかと、モニター越しにちらりと確認した。誰もいない。腕に鳥肌が立っているのを無視してバッグに荷物を詰めた。階段が本当であろうとなかろうと、私は目的を果たした。早くここから出よう。私はよろよろとエレベーターのボタンを押した。ゴゴゴゴと音を立ててゆっくりと私がいるフロアまで近づいてくる。あと数分でここから出られると確信した。理由はわからないけど、誰かがそこにいることを期待するように、常に後ろをチェックしていることに気づいた。でも、誰もいない。もう一度ボタンを押した。誰かの視線を感じて、首の後ろの毛が逆立った。拳を握りしめ、汗をかいているのを無視してポケットに入れた。私の後ろに誰かがいる？私は飛び上がった。息を吐き出すと、ドアが開いて私を待っていた。中に足を踏み入れて、ドアが閉まるまで後ろを振り返ることすら考えなかった。陽気な BGM は私を幾分か落ち着かせた。こんな時間まで BGM が鳴っているのが信じられない。もう少しだ。一階のボタンを押したら、小さな衝撃とともにエレベーターが動いた。待つことしかできず、じっと数字を見つめていた。静寂が、私を眠くさせ始めていた。家に帰ったら、気分転換に何をするか考えていた。点滅するライトに瞬きをした。エレベーターに強い衝撃が走り、突然停止した。BGM が途切れた。一階のボタンを押してから、残りのボタンも押してみた。反応しない。インターホンのボタンを押しても、雑音しか聞こえない。こんばんは？いや。いやいやいや、こんなのありえない。少し気を持ち直して、声をかけた。だ。誰かそこにいますか？エレベーターが動かなくなったの。助けて。パニックになり、私はドアを叩き始めた。きっと誰かいるはず。助けて。お願い、私はここよ。涙がこみ上げてきたけど、私は止まらず、ますます必死になっていた。なんで？なんで今なの？なんで私なの？私は額をドアにぶつけて泣いた。ひどい。背筋に悪感が走るのを感じる前に、私は振り返ろうとしていた。空気が重く感じた。これは、閉所に閉じ込められているから？密閉空間が怖いと思ったことはない。そうじゃないとしたら、後ろから、かすれたうめき声がした。私は頭を向けた。そして叫んだ。視線の向こう側には広がっていく闇があり、滲み出た塊が壁を通り抜けてくるように見える。
私は慌てて、背中をドアに押し付けた。手が現れ、端を掴んだ。悪臭を放つイコルが指から滴り落ちた。もう一方の腕もそれに続き、反対側にしがみついた。私は目をそらすことができなかった。叫ぶ言葉が見つからなかった。顔が、形となって現れた。くぼんだ目といくつかの歯を持つ狂った笑顔。それは、私に微笑んでいるように感じた。私の目の前は真っ暗になった。お。て。お。き。起きて、ね。え、ねえ、頭上から慌てた声が聞こえた。私が目を覚ますと、目に見えて私を心配している人がいた。生きてたんだね、私は。脈拍を確認できなかったから。とにかく、大丈夫だった？女性かな？人間の女性にかなり近い見た目はしていますね。というか、主人公を心配してるってことは襲う気はないのかな？少なくとも、襲うことが目的ではなさそうですね。じゃあ、なんで主人公についてきたんだろう？そういえば、声を聞いたとかシルエットを見たとかは聞きましたが、襲われたとかは聞きませんね。案外、人間と交流したいだけなのかも。とにかく、コミュニケーションが取れそうなのはありがたいですね。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。心配してくれている謎の人物との会話ですね。選択肢はそう思う？か私に触れないで、気持ち悪いだね。これは、大丈夫か聞かれたからですか。一応、怪我もしてないみたいだしそう思う？お選ぼうか。ふう、よかった。怖がらせるつもりはなかったの。私はまだエレベーターの中にいることに気づいたけど、目の前で親指をいじっている人物の方に目が行った。その人は私よりも背が高くて、私の頭の数インチまで近寄ってきていた。その人の手は、ダブダブのセーターを着ているため動かしづらそうに見える。メイクを洗い流すのを忘れたのか、それとも3日間寝てないだけなのか、私にはわからないが顔色が悪い。おそらく両方だろう。その人も私を見つめていることに気づいた。その人の目は、瞬きを忘れたかのように、少しだけ長く私に焦点を合わせていた。あ。その、ふと、最後に見たものを思い出した。あの、壁からの不気味な影。あ。あなたがここに来る前に、壁から何かが這い出てきたの。ば。バカなことを言っているように聞こえるかもしれないけど、断言できる。ホラー映画みたいだったわ。知らない人は緊張しているように見えた。くそ、頭がおかしいと思われたわ。そんな目で見ないで。違うの。私はあなたを信じるわ。本当に。あなたも見たの？うん。ちょっとだけ。ごめんなさい。私はこっそり来たの。それは。見ていて不快だったわよね。来た？何を言ってるの？あなたの助けを求める声が聞こえて、放っておくわけにはいかなかったの。だから、私はできる限りのことをしたわ。選択肢はあれは、あなたなの？かどんな悪い冗談なの？だね。さっきもそうでしたが、片方の選択肢が辛辣ですね。辛辣な方を選ぶと危険な気がする。とりあえず、あれは、あなたなの？を選びましょうか。そうなの。ある意味、理解してもらうのは、本当に難しいことだけど、私は、生きていないの。少なくともあなたとは違う。つまり、幽霊みたいなもの？知らない人は感謝をしつつ明るくなった。基本的にはそうよ。噂は聞いたことがあるわよね。それは私なの。ちゃんといるでしょ。まあ、生きてはいないけど。信じるか手を差し込むかですか。いや、手を差し込めばわかるかもしれないけどさ。手がどうなるかわかりませんし、信じるを選びましょう。初対面が幽霊の状態って最悪な気がするわ。知らない人は安堵のため息をついた。信じてくれてありがとう。名前を聞きたいところだけど、でも。実はもう名前を知っているの。どうして？私は、しばらくあなたを見ていたから。え？本当に？今夜だけあなたを見ていたの。こんな夜遅くに一人でいるなんて危ないわ。私を知ってるとは思ったけど、私がさらに質問をする前に、その人は背筋を伸ばした。とにかく、あなたが論文を書いているのを見てたの。
私は必ずしもあなたの仮説に同意するわけじゃないけど、それでも興味深かったわ。ありがとうか。誰もあなたの意見は求めてないわですね。主人公のことを見守ってたんだね。もしや、他の生徒の時も。襲われたって話がない以上、見守ってただけっぽいね。ならなおさら、お礼を言っておいた方が良さそうですね。その人は恥ずかしそうに微笑んだ。大丈夫よ。これは、私が思い描いてた夜の過ごし方じゃないけど、受け入れるのが早ければ早いほどいいと思った。この人の名前を聞いた方がいいかもしれない。あなたは私の名前を知っているけど、あなたはなんて名前なの？ああ。その人は目をそらし、服の袖をいじった。覚えてないの。私は自分が誰で、何をして生きていたかは思い出せるんだけど、名前がわからない。変な話よね。自分で名付けたりはしなかったの？その人の目は、まるで思っても見なかったかのように見開かれた。名前は必要なかったから。でも、もし名付けるとしたら、私はアルマの音が好きだったの。スペイン語やイタリア語で魂などの意味がある言葉ですね。選択肢は完璧ね。かバカみたいな名前ね。いや、下の選択肢がひどいですね。アルマは繊細そうだし、かなり傷つくよね。繊細じゃなくても傷つくレベルの暴言だとは思いますが。それにしても、ほとんど人間だね。確かに、アルマから精神的な怪物性は見えません。名前を褒めてみようか。その人に笑顔が広がった。ありがとう。アルマは再び指をいじった。私たちはしばらく黙り、次に何を言おうか考えていた。私はその人の手をちらりと見た。しっかりとした手に見える。その人は私が見ているのを知ってたけど、気にせず私の前で待っていた。正直なところ、私は睡眠不足とショックで暴走し、自己紹介を忘れていた。その人はそっとハミングを始めた。沈黙を埋めるように。それは、私が襲われた時のものだ。幽霊に。この人は簡単に私と同じような学生の姿になれた。聞かなきゃいけないわね。どうやって？アルマは質問の内容をわかっているような目をした。ちょっと、それは、恥ずかしいかも。聞くか聞かないかですか。何を質問する気なんだろう？どうやってその姿になったの？ですかね。確かに、初めて見た時は真っ黒だったよね。というか恥ずかしがるということは、羞恥心もあるということですか。ますます人間に近いね。しかし、人間ならざる存在が人間の精神性を持っているのは逆に異常かもしれません。まあ、注意は必要だよね。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか？キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。主人公が何の質問をしたいのかわからないまま聞くかどうかですが。アルマはなんとなくわかってるっぽいんだよね。ただ、嫌がっているように見えます。嫌がってるなら無理に聞く必要はないよね。ああ。それなら言わなくてもいいかな。よかった。私はため息をつき、ドアにもたれかかって座った。アルマは私を不思議そうに見ている。何をしているの？私は肩をすくめて携帯電話を取り出し、時間を潰すアプリを探した。すぐにゲームが一つ開かれた。落ち着いて、ハイスコアを目指すのもいいかもしれない。私が今できることはあまりないわ。ドアが開くまでの数時間にバッテリーはいくらかは持つ。私は隣の場所を軽く叩いた。見たい？アルマは迷いなく動いた。さあ、十分なスペースがあるわ。足に気をつけて。その人は私のそばに座り、身を乗り出して私の携帯電話を見た。近づかれると肩が冷えたけど、気にする必要はなかった。私は画面を指で軽く叩きながら、おしゃべりをしていた。アルマはスコアが高くなるほど近づいてきた。でも、それ以外は平和だった。数時間が経過した。時々、うたた寝をしていた。叫び声が聞こえ、私が振り返ると、何人かの業者の人がドアをこじ開けてくれた。私が外に出るのにそう時間はかからなかった。太陽の光が私を照らし、昨夜の出来事が全て夢だったような気分になる。時間を見るために、携帯電話の電源を入れた。時間の代わりに、画面に入力された未送信のメッセージが表示されていた。次は遅くならないようにね。瞬きをして、辺りを見回した。冷たい予感が腕を駆け巡ったから、アルマを期待したけど、誰もいなかった。次？私は携帯電話をしまい、重いまぶたをこすりながら、これからはもっと頻繁にキャンパスに通うよう心のメモに書いた。グッドエンド、また会いましょう。特に何も起こらなかったね。よっぽどひどいことを言わなければ、グッドエンドに行けそうですね。なら次はさっきの質問をしてみようか。彼女に血液は流れていないはずなのに、
顔色が悪くなったように見えた。わ。私たちは、その話をする必要はないわ。でも、気になるの。ダメかしら？私、その人は、ためらいながらうなずいた。私をからかわないって約束する？約束するわ。わかった。そう。私は遅くまで課題に取り組んでたの。あなたと同じように。周りには誰もいなかったわ。当時でさえ、友達がいなかったから、気にしてなかった。作業をしているうちに喉が渇いたの。それ自体は大きな問題じゃなかった。だから、自動販売機に飲み物を買いに行ったの。その人は話すのを止め、手を振った。自分の手首を握りしめて、ねじった。ただのソーダだった。細かく言い過ぎかしら？お金は払ったんだけど。どういうわけか、私の手が引っかかったの。だから、引っ張って。その人に続けるように手振りをしたけど、彼女は苦労していた。自動販売機が倒れてきた。全身が押しつぶされるのを感じたわ。助けを求めることさえできなかった。その間も、私の手はずっと引っかかっていたわ。その人は、沈み込んだ。安いソーダを買おうとして死んだの。哀れよね。なるほど、主人公はなんでアルマが死んでしまったのか聞きたかったんですね。選択肢はそんなことないわ。ごめんなさいか、あなたにお似合いよだね。いや、下の選択肢本当にひどいですね。もしかしてこれバッドエンドの選択肢なんじゃない？彼女の沸点は低くありませんが、これはまずいでしょう。もう一つのバッドはずっとひどい選択肢を選び続けるとかかな。そこまでしなければアルマは怒らない可能性が高そうですね。今回は謝っておこうか。私はその人の手の上に手を置いた。手は通過してしまい、私の指先は氷のように冷たくなったけど、それでもアルマは喜んでくれているようだった。その人は私を見上げ、手の緊張がついに止まった。今まで誰にも話したことがなかったの。こんなに。心が軽くなるとは思わなかった。ありがとう。あなたを。私は、本当に素晴らしい人だと思うわ。私は、あなたがここから出るのを手伝いたい。私は首をかしげた。どうやって？いくつか方法があるの。あなたが私を信頼してくれた場合だけど。これは、選択肢は実質一つだね。はい、アルマを信じるを選びましょう。その人は興奮して手を叩いた。じゃあ、やりましょう。あなたは、何かを掴んでいた方がいいかも。何のことか聞く前に、エレベーターが下がり始めた。体重が上に移動すると、心臓が喉に突き刺さったような気がした。アルマ？ちょっと待って、集中させて。各フロアのボタンが、私の横で点滅している。私は目を閉じて、その人を信頼することにした。ジェットコースターが地面に向かってまっすぐ進んでいるような感覚だった。私の周りの空気がざわめき始めた。私は歯を食いしばって手を握りしめた。そしてそのまま、止まった。エレベーターが揺れて、私は叫んだ。私はお尻で着地した。瞬きをすると、アルマが興奮して手を叩いているのが見えた。私は床に倒れながらその人と、ドアを見た。ドアは目に見えない力によって手動で引き離されたかのように、きしみながら開いた。その人は私を、本当に1階にたどり着かせてくれていた。本当にできた。やった。前まではこんなことできなかったの。私は自分の目を信じることができなかった。私は立ち上がり、アルマに腕を回した。そして完全に通り抜けた。その人は叫んで壁に背を向けた。触れる前に何か合図を送って。私は自分の中に手の感触が入るのが好きじゃないの。気持ち悪いわ。あ、ごめん。私は気を取り直してドアをくぐると、アルマがついてきた。案の定、ロビーは空っぽで、壁の時計は午前4時近くを示していた。うーん。そうだね。私が振り返ると、その人は手を伸ばさないように必死になっていた。指を絡め合うようにしてピクピクしている。とても速い速度で震えていた。もう、いつでも家に帰ることができるという事実に沈み込んだ。アルマ。ありがとう。ありがたかったわ。その人は気持ちを理解してくれたようにうなずいた。その人が目をそらしても、私はしばらくそこに立っていた。その人は、私が去るのを待っていた。私はポケットの中で携帯電話を握りしめ、勇気を振り絞ってある質問をした。あなたは、私と、もう一度会いたい？その人は二度見した。え？また会わな。もちろんよ。でも、どうして？どうして？あなたが好きだからよ。その人は、また顔色が悪くなった。
表情から、喜んでるのはわかるけど。顔色が黒くなるので確かに体調が悪そうにも見えますね。私は、私も、あなたが好き。うん、また遊びたい。いいわ。できれば、私がエレベーターで無力になっていない時にね。その人が軽く笑ったから、私の心臓は高鳴った。その方がいいわ。もちろん。来週はどう？いいわ。時間や場所は気にしないで。私はいつでもあなたを見つけることができる。建物のどこにいても。ちょっと不安だけど。でも大丈夫。気をつけて。私は手を振って入り口に向かい、スマートフォンを取り出して、アプリの一つでドライバーを呼び出した。振り返ると、アルマはもういなくなっていた。グッドエンド、一生の友達。それ以上かも？これでグッドエンドは全て見ましたね。残るはバッドエンド二つだね。ここまでは、ホラー部分にあまり触れませんでしたが、ここから先はホラー部分が濃くなるでしょう。アルマの感情が高まるとあんな強力な力を出せるなら、人間なんてひとたまりもないだろうね。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか？キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。今回はバッドエンドを見ていくのですが、前回見た最後の選択肢であなたにお似合いを選んでもバッドになりませんでした。アルマが怒らないんだよね。なので、最初からずっと下の選択肢を選ぶことにしたところ。主人公が出会ってすぐにアルマの体に手を突っ込みました。そういえば、そんな選択肢もあったね。これにはさすがにアルマも激怒。あなたは出会って間もない人に手を突っ込むの？って言われるよ。そう考えると、ありえないどころじゃないですね。そのままアルマはどこかに行っちゃうけど、次の日には発見されて脱出できるよ。その後、主人公はアルマを探しますが、どうにもアルマは主人公を避けているようで、二人が出会うことは二度とありませんでした。エンディング名は無礼な目覚めだね。あそこの選択肢は信じるか手を突っ込むなので、一度信じてから、ひどい選択肢を選び続けてみました。アルマの目が細く切れ込んだ。あなたは、なんでそんなに意地悪なの？明かりが暗くなり、空気中にぼんやりとした静電気が発生した。アルマが私を見下ろすと、私の胸に何かがのしかかる。その人の身長の高さは、私をさらに縮ませた。私は何もしてない、あなたに親切にしたかった。助けたかっただけなのに。何も見えなくなった。目の前からボキボキと音がしたので後ずさった。骨が折れるような音だ。背中が壁にぶつかった。冷たかった。今まで感じたことのない冷たさ。暗闇の中で何かが起こるのを待っていると、息が苦しくなっていた。ちょっと？非常灯が点灯した。アルマはもはや人間に見えない。複数の女神も耐えし、小さな裂け目と赤い瞳が私を見ていた。口はクスクス笑い、あざけり、囁いた。あなたはこれに値する。待って。エレベーターが落下し始めた時、私の足は曲がった。各フロアに落ちるにつれて、ボタンが一つずつ点灯し始め、ますます速度が上がった。耳元で金属の擦れる音がうるさかった。私はひざまずいてやめてほしいと懇願した。そして、止まった。飛び散った。バッドエンド、あなたはそれに値する。赤い瞳から血が流れていましたが、おそらくあれはアルマの涙だったのでしょう。前回の動画で、主人公に信頼されてエレベーターを動かせてたから、主人公への強い怒りでも動かせたんだろうね。とはいえ、これだけされないと怒らないのなら、アルマは生前も優しかったのでしょう。それは間違いないだろうね。今回でリフトユアースピリッツは最終回となります。次回は目隠しホラー系恋愛ゲームを考察します。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。